い、それでは今回のアプカミ、まずはこちらから。ジュースジュースプライドブライトミュージックビデオ撮影メイキング、7月12日リリースになりました。ジュースジュースの最新シングルからプライドブライトのミュージックビデオ撮影の様子をご覧ください。コーラスとか撮ったりしたんだよね。確かに撮った、ね、だからコーラスにも注目して聴いてください。バイバーイ。強い女です。今日はプライドブライトはすごく女性的な歌詞っていうか、そういう感じなので、弱いけど強いみたいな感じの曲なので、それをどうやって表現しようかなって今ずっと考えてる最中です。今リップシーン撮り終えてきたんですけども、なんかやっぱりちょっと歌詞が難しいので、まあ、女の子の複雑な心境だったりとか、ちょっと強気だけど結構弱い女の子なので、それを表現できたらいいなと思いつつ、まあ、表情だけで見せるってすごく難しいんですけど、いろいろこう今日一日トライしながら頑張っていきたいなと思います。カメラマンウィーって動くなんですけど、そこを早ましでキュッてやるつもりなので、なんでちょっと音がダブったような感じで、これからちょっと私は見たことのない部屋に行くんですよ。今回はマネキンがいっぱいいるっていう風に聞いて、でここのスタジオに入る前に用意されてたマネキンたちを見たんですけれども、結構たくさんのマネキン様たちがいらっしゃったので、ちょっと今からの出演も楽しみです。しゃがむシーンがあるので、うんうん、そこがやっぱり今までしたことない感じの動きだったりとか、うん、今までの
やつとちょっと違った激しさがある曲だと思うので、うん、ちょっと難しいなって思います、うん、しかもなんかこのセットもすごいマネキンがたくさんいてライトもおしゃれでっていうね、またまた新鮮な感じですね。楽しいですか？はい、あ、よかったです。もう本当にワクワクっていう感じで、今回もすごく一日が濃いなっていう風に思っていたんですけども、もう全力ダンス、もう何回でも全力ダンスをして本気を出して、先生もなんか一番いいものを使いたいっていう情熱があって、あのかっこよく踊らせていただくことにみんな熱を持っていた感じなんですけども、なんか振り付けとかでも結構ちょっとねっとり、なんかちょっと怖いみたいな、女の人怖いかもちょっとって思うけど、なんかあっさりした中にあるなんか女性らしさみたいなのがたくさんあるなって私は感じたので、なんかそういう力強さ、粘っこさみたいなのを出せたんじゃないかなと思います。まあ、曲はね、捉え方それぞれだと思いますので、皆さんにどういう反応してもらえるか今からすごくすごく楽しみでございます。そして個人的にはこういう感じで、あの髪の毛とかもいつもとは違う、ストレートヘアとは違う新鮮な感じにしていただいたので、また新しい感じをみんなにね、みんな一人一人にあの見つけ出してもらえるんじゃないかなと思っています。楽しみにしててね、私も楽しみ。じゃあね。はい、見ましたけどどうでした？いや、そうですね、うん、なんかもうあのリップシーンから、うんうん、もうなんか最近入った石山さくらちゃんとか遠藤あかりちゃんとかも含めて、なんかこうスイッチが入るというか、ね、表情とかね、はい、ジュースジュースさんのこう雰囲気というか、うんうんうん、カラーがすごくこう一人一人もうリップシーンから出てたのが、うん、素敵だなと思って見てました、はい、私もなんかこう
すごいジュースさんってこう大人な余裕があるよう なんか楽曲が多いと思うんですけど、はい、そういうのもこうオフショットあの見てメイキングで見えるけど、はい、その裏でこうわーって遊んでるのとか、はい、なんて愛おしいんだろうって思ってすごい素敵な一面をたくさん見れたなと思いました。はい、以上ジュースジュースプライドブライトミュージックビデオ撮影メイキングでした。私撮影者はですね、はい、ジュースジュースさんのプライドブライトの、メイキング映像を、はいはい、見ていて、もうワンフレーズごとにそう決まって撮ってたりとか、ね、そういうのもすごく印象に残りましたし、やっぱりジュースジュースさんのこうグループカラーがすごく出た MV だなっていうふうに思いました。